通知パネルを開く方法をご説明します。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示されているときは、ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、通知を表示させることができます。ショートカットを作成する方法をご説明します。ホーム画面の空いているところをロングタッチします。アプリをタップします。ショートカットを作成したいアプリを選択します。これで作成完了です。ウィジェットを作成する方法をご説明します。ホーム画面の空いているところをロングタッチします。ウィジェットをタップします。作成したいウィジェットを選択します。これで作成完了です。